はい、皆さんこんにちは。ワンダリグルビージです。では今回はポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、紀伊半島を制覇して、いよいよですね、織田つぶしということで岐阜城へ出兵をしていきたいんですが、まあその前にですね、一旦内政が終わるのと、その後ですね、まあ、岐阜に侵攻するために喜多方城に進むのか、あるいは、加納城に進むのか、このあたりもね、ちょっと決めていきたいと思います。あとですね、次お金が入ってきた段階で、数マスですね、滝川家という高度が4まで下がってるんで、ちょっとこれ、なんとかテコ入れしたいと思います。まあ、金はいくらあっても困らないんでね。お、正幸が出てきました。この信繁というのが、いわゆる雪村です。あと、採掘場が作れそうなところは、採掘場を作っていかなきゃいけないね。お、港が建設可能です。長浜城ね。琵琶湖面してますからね。で、それはさておきだ。今見たかったのはそこではなくて、ここ。金山のある竹田城。ここに、まずは、採掘場を建てなきゃいけないね。とりあえず3月になったら港の建設と金山の建設、それと並行して岐阜に攻略を仕掛けにかかりましょう。金が入ってからだ、すべては。と思ってたら順慶が早速喜多方城に出兵が、ちょっと先越されるわけにはいかないんだよね。しょうがない、秀吉の方からも一人清正を出す。あとは小六も一応お目付け役で出す。よし。で、これで予定していたお金が入ってくるので、まずは、先ほど話した建設ですね。秀吉は、刀剣強化中か、出兵できないね。まずは秀政に、武田城で、銀山、採掘場2万。金持ってくなぁ。で、あとは、これも先ほどお話していた神前ですね。今数正敵に回られると厄介なので、それを防ぐための手立てです。で、さらに建設、三成に命じて長浜、ここに港で、さらに建設で、奉行所を建てたいので、勝本に、武田城の近くがいいよね。田島、ここに奉行所を建てておこう。まあ、金山、銀山はね、貴重な収入源になるので、ここには奉行所をしっかり建てて、キープ、図りましょう。で、残った軍団で移動します。大将はどうする？神戸。この辺りも出れないので、まあ今、京に在住している人材を派遣していくしかないかな。合計で？
喜多方城へ進軍します。さてと、ここで信孝の軍勢と開戦です。ここは勝ちにかかる。左近でしょう。戦える武将から順に出したいので左近は出す。あとは村重なんて抱え込んでんのか。やるなあやつら。ちょっと待って、全員参加させないとむしろダメじゃないか。鉄砲隊はいないのか。鉄砲隊は鉄砲隊がいない。鉄砲隊さえいれば、まあここは一旦鶴翼の陣を引いて敵の出方を見極めよう。勝手に動くからな、どうせ筒井の人間なんて。ここは五六がうまいこと戦っていくしかないかな。さすが左近よ、強い強い。ここに左近いますよね。筒井結果心、後三成から3個の霊で迎えられ、当時の三成が持っていた石高の半分という破格の俸禄を与えられたという話ですね。映画関ヶ原僕好きですって何とかね動画の中でも言ってるんですけど、その中でも左近かっこよかったですよね。で、三成はね、その時に近江長浜を拝領して19万石の大名になるので、その半分を、この左近にやると言って迎え入れたんですが、まあ、結果1万石とも2万石とも言われている、まあ、いずれにしても大名級のね、破格の待遇で家老として召し抱えたという話ですね。よし、ここでじゃあ槍ブスマ発動して五六は一気に敵西尾隊を撃破していこう。さあ順慶がここで騎馬突撃を行う気配があるな。最大戦速で突撃せよって言ってますけど、このね、騎馬突撃結構かっこいいんですよね。ちょっと外れてるぞ、どこに向かってんだって感じだ。なんか微妙な方向を向いて突撃していったな。さあ勝負を決める一手が欲しいな。さあ左近隊と五六隊が一緒になって敵を押していっているので勝負はつきそうですね。まあ敵の本陣近くの方までどん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 寄ってってるんで、まあ、このまま決着はつけられそうです。援軍がやってきたという話が出たね。これだ、筒井足軽衆。こういう制度も生まれてるからね、あの援軍制度みたいなのも。さあ今のうちに潰せるだけ、数減らせるだけ減らしちゃいましょう。
何？カズマスは今同盟を結んでいるのに、こちらとの同盟という意味ではなかったんだな。まあ、ただ金1万が戻ってきたというプラス思考でいこう。氏家隊、斬首。誰かさ、登用できないのかな、優秀な武将を。それこそ動ける武将が欲しい。小西行長欲しいね。よし、これで信孝は一旦降伏させることができて、資金援助原因か、まあいいだろう。全軍を一度京へ戻しておきましょう。で、表情開いて城の強化だけは入れておく。武将がいない。そうなんだよね。カズマスと決戦に及ぼう。ガハ、雪長は立ち去った様子ってさ、なんかもうちょっとしっかりやってほしいよな。高虎は今細川家にいるのか。飯抱えたいね。で、その肝心のさ、雪長はどこにいるわけよ。雪長探索。ウコン、高山ウコンいるね。ただ、ウコン行くんだったらやっぱり先に、小西雪長欲しいな。善助。いや、本当にいない小西行長、どこに行った。田中義政がいたね、今。いないか、しょうがないね。まあ、微妙なやつを雇う余裕はないので、とはいえね。また後でやるとして、じゃあ先に、建設をしておきましょう。さあ、そしたら秀吉の軍勢を。だ、秀吉が動けないんだよな、今。となると、何人かを、戦える武将何人かを、あらかじめ、小谷に入れておこう。岩室城で一騎。恐れていた一騎だな。
武将がいないんだよね。いや、こういうのあるから厄介なんだよな。一旦しょうがない。岩室城の救援に向かう。で、その後、数正と決戦に及びましょう。さて、建設していきます。だは、みんな競技期間中ね。金ヶ崎に筒井隊が攻撃に向かっているのか。出たー。ここで敵対行動に出てくるよ、こいつら。ほんとに。柴田の越前金ヶ崎。ここに出兵する？ちょっと待って。本当にそれでいいのか？いや、先にやっぱり、加納城だろう。で、せっかく金が余ってるんで、建設。まあ、奉行所は絶対建てたいよね。あとは、やっぱ金が欲しいので、金を手に入れにかかる。あとは、姫路にいる長政の親父さんを使って制作。刀剣強化。で、他はどこに武将がいるかをちょっと確認しましょう。武将情報から。岩村加納、この辺りに侵攻している部隊は良くて、どっかに在住してる人がいるかっていうといないな。みんな何かしらやってるね。となるとやっぱり武将が欲しいな。お、堺で港が建設可能。これはすぐに建設にかかろう。大谷が包囲。ちょっと確認します。誰に包囲されてんの？成政か。成政に包囲か。奪われるわけにいかないからな、ここは。ただこれ、大返しに近いで、美濃大返しに。小谷の救援に行く。で、岩室城を落としたんだったら、その岩室城を落とした秀吉の軍勢をもって、同じく小谷の救援。さあ、ここだな。ここなんとか勝ちたいね。成政との決戦です。鉄砲隊とかがいないので、慎重にちょっとやる必要があるかな。敵の陣は不明なので、まあ、角翼だな、普通に考えて。敵は、鉄砲隊がいる？これ鉄砲隊だよね。他は、鉄砲が1。
となると鉄砲隊の前に一旦動かしたい。突き破る。ちょっと苦戦する恐れあるな、ここ本当に。森田兵がちょっと早速やられてる感じ。違うね、やられてるのは孫一だ。三段鉄砲隊いるじゃないか、こっちにもしっかり。さあ、成馬さん、鉄砲隊だ。これ、突破できる？たどり着けよ。たどり着けないか。つえ。成馬さんの鉄砲隊、マジでつえ。いや、これ、本気で強かった。壊滅するぞ。さらに、ここで騎馬隊か。宇治里の軍勢を引くしかないと言ってももう壊滅するな。ここで騎馬突撃。やられた、やられた。ちょっとなんとか押し返さないとまずいな。騎馬突撃も意味ないタイミングでやっちゃったね。長政を一旦戻す。義明は切り込み。なんとか活路を見出してくれ。まずは一部隊ずつ壊滅させていく。さあ、こちらも一旦コブを使えるタイミングを待ってコブを使っていきましょう。本陣を少し前に出します。さあ、これでコブが使える。そして北側、まあいわゆる左翼、敵を壊滅させたので、左翼に展開していた部隊を戦場の中央へ押し出します。で、孫一の鉄砲台も、戦場の真ん中へと出していきましょう。で、迂回させます。正則の騎馬隊です。で、秀久も、まあ、騎馬隊のイメージがありますが、やりたいなので、そのまま前に出していく。松倉隊は、
壊滅させられる？このままいくと。官兵衛がちょっと危ないので、一旦下げましょう。で、正則は騎馬突撃で粉砕だ。うわ、足が止まったな。氏里もちょっと戦線に一度戻しましょう。で、敵の本陣の裏に正則が出たので、本陣を強襲。秀久が危ないので一旦下げます。よし、決まった。あとは残党狩りで敵の兵を減らします。いやー、成政との決戦なかなか、特に前半危なかったですね。で、秀吉の軍勢今移動中でね。京に誰かいる？京に長森がいるか。建設していきます。いや、待て。建設移動。政策が先じゃない。ああ、そうか。もうやらせてますよね。なので、そうなると、表情、建設。堺で港が建てられるという話だったよね。で、長浜に関しては、一旦、徴兵します。自動徴兵。かけた上で、さらに、軍事訓練。これを森田兵にやらせよう。で、金がさらに入ってくる。じゃあ、一旦、長浜で、やっちゃいましょう。やっちゃいましょうって何っていう話ですけど、内政をね、やっちゃいましょう。ちょっと他のさ、建設の内容ってしばらく見てなかったから忘れちゃったけど、何があるんだっけっていうのを確認する？用水路は、神殿開発でしょ？足軽道場とかも欲しいっちゃ欲しいけど、まあまずは奉行所だな。神殿開発。小谷で神殿開発するなら、用水路を建てようよって話でね。そしたらあとは、一旦戻って、外交の状態確認したい。有効度が下がってるところがあれば、入れたいな。浮田だな。浮田にちょっと、鎮前送っておこう。小谷ですね。小谷から、ちょっと遠いけどね。浮田のいる場所までが。惜しみなく、金1万を、浮田に差し出す。その代わりしばらくの間、何もしないでくれと。いう話だよね。一旦こんなもんにする？もうちょっとお金貯めてから、
早々に海戦に入りたいけど、ちょっと待ってね、ここは浮田軍がいるのか。浮田軍にここをミスミス渡すわけにはいかないので、一旦金ヶ崎には正則を派遣する。で、喜多方城に敵か。さて、家康と宇治直ですね。喜多方城は落ちたと。そうなると喜多方城に舞台を移すのは危険なので、長浜田に戻します。が、今度は勝家の軍勢か。せっかく取った金ヶ崎が落とされてる話にならない。敵がちょっと多すぎるね。はい、ではちょっといい時間になりましたので、一旦今回はじゃ あのここまでということにさせていただいて、次回ですね、まあ、先に柴田なのか、どこなのかっていうのはあるんですけどね。一旦美濃の方は常ちゃんのこの大垣城で食い止めてもらって、その間に先にどうだろう、やっぱりセオリー通り数マスを攻略がいいのかなーっていう気はするので、次回滝川数マス攻略を行った後に勝家、こことね戦っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。